こちらのゲームはですね、登山勇者というゲームなんですけれども、まあ、端から見るとですね、ただの登山ゲーム、登山ゲーム？まあ、ただのこの 2D ゲームだと思うじゃないですか。違うんです。こちら、なんと、登山しなきゃいけないんですね。これぞタイトル回収、登山勇者です。まあ、こんな感じで登ってって、多分上に上がってって、こう、魔王を倒すっていうゲームなのかな。まあ、たまたまちょっと記事で見かけてすごい気になったんですけど、ちょっと最近ね、ちょっと気になってやってみようという感じですね。で、まあ、どんなゲームかっていうのは、まあ、多分本当にアクションゲームなんだろうね。RPG じゃなくて。で、なんか、見る限りは、だいたい10分ぐらいで終わるらしいんですけれども、なんか、これ、ユニティルームっていうサイトで今やってて、なんかハイスコアだともう25秒とかでクリアしてる人がいるらしいんで、まあ、多分慣れるとめっちゃ簡単にいけるんでしょうね。あ、ここいけんのか、こうやって。あ、こうやって上がっていけんのか。ああ、いや、あ、でもこれでもいけんのか。あ、危ない。いや、あ、やばい。まあ難しいよね。いや、これ、上上がるまでがすごい難しいよね。あ、そこ中間ポイント。なんかあれだよね。ジャンピングみのあるゲームだよね。こういうアクション系あんま得意じゃないんだけどね。ちょっと斬新すぎて逆にやりたくなっちゃったけど。まあ、慣れりゃこんなにね、サクサクいけるわけですよ。だ、それで25秒とかやってんのかな。いや、むずいな、ここの切り返し。そういうのって経験だよね、マジで。ずっとフォンフォン言ってるのも勇者が。勇者っぽいのは。ほっ！あー。しかもこのゲーム恥ずかしいことにさ、右上にさ、プレイ時間がさ、リアルタイムで載ってるからさ、もうね、どれぐらい時間かかったかっていうのがもろもろ見られちゃうよね。恥ずかしいわ。あ、いや、むずくね、あそこ。行ったな、今。なんか行けたな。なんか行けた。なんか知らんけど行けた。まあいいや。もうこれで行くぞ。ん？あ、音楽変わったのか。びっくりした。何かと思った。ここはもうガンガン上がっていくぜ。もうちょいしたら多分外の草原出れんじゃない？よしよし、よし。マジでジャンプキング味があるよね、これ。あ、王の間一見。宝箱ある。ちょ、取らせてもらうぜ。でも、ここじゃないんかーい。よいしょ。ここからいけんのかな？これも多分開けらんないもんね。宝箱。宝箱目当て。うん？なんか、女の人いる。え？あ、ここはぴょんぴょんできないようになってる。うわ、これに乗って、女の人の頭乗っていかなきゃいけないの？なんて無礼なんだ。あ、いけた。よし。これでじゃあ上がっていくのかな？いや、これ、落ちたらえぐいな。いや、落ちたらえぐいな、これ。ちょっとね、持ち方変えたらね、だいぶね、動きやすくなった。危ない、危ない。怖いな、これ。落ちたらマジで、メンタルやられるぜ。いけた。あ、やべ、落ちた。すごい、雪のマップ。アクションに集中しすぎてね、全然ね、実況ができてないかもしんない、今。いや、でもね、それぐらいね、緊迫するねー、危ねー。いや、ここはまだ実質中間ポイントみたいなもん。まあ、これで、あと多分2、3ステージ進んだら、魔王のところ行って、魔王の頭の上乗って勝ち、みたいな感じなのかな。これ25秒ってすごいな。なんか、バグ技とかでもあんのかな。めっちゃ落ちた。慣れりゃ割といけるねーとか言ってない。でもこうやってさ、こうなんつうの、壁飛びっていうの、壁ジャンできるの結構でかいよね。結構これが、てかここ壁ジャン必須だな。あ？なにこれ？勝手に動いたんだけど。あ、あ、飛んだ！え？え、なに？え、なにこれ？え、なんか落ちてんだけど。え？
え、何これ、え、急に、え、ど、何これ。あ、でもタイマー止まってる。え、あ、え、何これ。え落下勇者って書いてんだけど。え、これでクリアってこと？え、でも右あ、なかったルート。あ、なんか動ける、動けるけどないこれ。わからない。これでクリアでいいのか。これ左行くとダメだったんだよね。ちょ、一応右行ってみていい？こっちにももしかしたらなんか、あ、ないかもしんない。左まで行ったらクリアって感じだな、これじゃ。そんな感じだね。なるほどね。まあ、一応普通にやったら今度は2分ちょいで行けましたね。137秒。一応音だけ鳴るんだよね、これ。登山勇者からの落下勇者っていうね。こっからだから落下して、とどめだっていう感じで魔王と対峙するってわけなんですな。いやでもね、すごい斬新だよね、これ。2D のね、こう、なんつうの、先入観をね、逆手に取ったゲームというか、なんというか、っていう感じでございますな。はい、Thanks for playing. ありがとうございます。まあ、よければ皆さんもですね、ぜひやってみてください。登山勇者ならぬ落下勇者でした。